内田貞夫は、日本の実業家。三協株式会社代表取締役副社長、和光堂、株式会社代表取締役社長、和光堂、株式会社代表取締役会長を歴任した。静岡県小笠郡菊川町出身である。静岡薬科大学薬学部に進学し、薬学士の称号を取得し、1957年に卒業した。 卒業後、当時の三協株式会社に入社した。薬学部出身ながら、三協では営業を中心にキャリアを積み、名古屋市店や東京第一支店にて支店長を務めた。学術部の部長に就任した際に取締役となり、後に営業本部の本部長を兼任した。常務、専務を歴任した後に代表権のある副社長に就任した。その後、 子会社である和光堂株式会社に移り代表取締役として社長に就いた。その後、同じく三協出身の山田誠に社長を譲り、自身は代表権を持ったまま会長に就いた。和光堂社長に就任した際に経営で重視するポイントとしてソリューション、ナレジメント、スピードの3つを掲げた。また、 母体である三協とのコラボレーションにも力を注いだ。一例として、高齢者向け歯ブラシの販売に際して、高齢者に強い病院のリストを三協から入手し、そのリストを試教品を配布し、営業構成を仕掛けた。趣味は毎日歩くこととしており、歩く時の速度と強靭さは和行動社内でよく知られていた。ありがとうございます。